無理してでも横になってろよ。後で答えるぜ。ありがとう。どうしても寝つけなくて。シャワーだけ浴びさせてもらったから私はもう十分よ。次の人休んでもいいわ。キリエさんたちはいかがですか。どうする、ルドルフさん、休ませてもらう。キリエは休んでいいぜ。俺は起きてる。それくらいしか男らしいことができない。じゃあ起きてるわ。夫と一緒に起きてるくらいしか女らしいことができないから。本当に仲のおよろしいことで。夏日さんこそね。エヴァと秀吉さんはぐっすりみたいじゃないか。やはりローザと違い年には勝てない。余計なお世話よ。あら、ローザ、もう休んでなくていいの。姉さんこそ無理しないで休んでたら。なんだか寝つけなくてね。シャワーを浴びたら眠気が覚めちゃったわ。ルドルフたち、よかったら休んでいいわよ。おう、サンキュー。今は気持ちだけでいいぜ。兄貴たち、先に休んだらどうだ。ありがたいね。だが先に休むわけにはいかん。それくらいしか長男らしいことができないのでね。私たちは最後まで起きていますので、ご心配なく。それよりエヴァ姉さん、大丈夫？少し顔色が悪いわ。そういや、そうやな。うん？ちょいと熱っぽいで。言わんこっちゃねえ。年のくせに生活リズムを崩すからだぜ。風邪か。夏日、上の南條先生を呼んできてくれんかね。はい。いいわ、そこまで大げさじゃない。常備薬は持ってるから大丈夫よ。疲れるとすぐ熱に出るの。心配しないで。姉さん、無理しないで。ありがとう。私抜きで兄弟が集まってると私の陰口でも言われてるような気がしちゃってね。昔からの被害妄想なの。ごめんね。私は何も言わないわよ。姉さんのいないところで姉さんの嫌な話なの。どうしたの？姉さん、さっきから変よ。もう少し休んだら？そうね。3月までの金策を考えたら頭痛がひどくなってきちゃったわ。それは良くないわね。休んでて。姉さんの頭痛がひどくならないよう私も自重してるわ。私だって頭痛さっきから辛いし。ありがとう。じゃあ私、お言葉に甘えてもう少し休ませてもらうわね。
どうしたんや、エヴァ。急にへそ曲げて。すまんな、わしらもうちょい休ませてもらうわ。すまんな、すまんな。空気が悪いな。どうにもギスギスしている。無理もない。早朝に殺人事件、それからずっとここで銃を抱きながら缶詰ですもの。ストレスが溜まって当然ね。上の子たちもだいぶストレスが溜まってるんじゃないかしら。マリアが心配だわ。こういう時は癇癪を起こしやすいの。私たちもなだめたんだけど、どうしても聞いてくれなくて。どうしたのマリア。少し静かにしなさい。みんな見てるわよ。例のバラ庭園のマリアのバラ、あれが急に心配だと言い出して。寝ぼけたみたいなんです。急にガバッと起き出して、バラが心配だ、バラが心配だって言い出して。マリアちゃん落ち着いて、それは夢なんだよ。頭ごなしに叱ってはいけませんぞ。こういう時は温かい牛乳などを与えると良いものです。ここにあるかも。さっき朝食代わりに出した牛乳で空っぽです。誰か子供用の鎮静剤とか持ってるか。ほら、あの銀の粒みてえなやつとか。持ってるわよ。ああ、今探して飲ませるから。こら、ずいぶんひどい熱や。きっと親族会議のどっけにやられてもうたんやな。今はもう
他の親族たちのことは全部忘れるんや。な。あなたの手、ひんやりして気持ちいい。わしの手が気持ちいいようじゃ、だいぶ熱が出とるな。安心せい、すぐに薬が効いてくるわ。それにな、わしの手は魔法の手なんや。こうしてエヴァの額に手を当てとるとな、どんな熱も立ちどころに治ってしまうんや。そうね、あなたの手で私の熱が引かなかったことは一度もないものね。そうや、わしの手があれば医者いらずやね。安心して目をつむるんや。すぐにわしの魔法でぐんぐん熱が下がるからな。うん、知ってる。あなたの魔法を感じるもの。魔法って本当にあるのかしら。おお、あるで。信じるものにしかわからへんけどな。そういう魔法は案外世の中にたくさんあるもんや。魔法が実在するなら、やっぱり魔女も実在するのかしら。ん？森の魔女ベアトリーチェのことかいな。信じる者にはおるやろな。神様と同じや。信心深い人の前にしか姿は現さんのや。私もね、昔魔法が使えたの。ほう、ほんまかいな。じゃあお前も魔女やったんやな。私がね、絶対に叶えたい夢があって、それを強く願って努力すると、それは必ず叶ったの。私はその魔法でいつも成績は一番だったし、生徒会長にだってなったし、入りたい大学にも実力で入れたし、いつだってどんな願いだって叶えてきたわ。そうやな、お前の魔法はいつだって大したもんや。お前は確かに魔女や。そして誰にも負けん努力家や。わしゃよく知っとるで。私ね、子供の頃からずっとずっと心の中にもう一人の自分がいて、いつも私を励ましてくれたの。そしてその自分は魔女だったわ。森の魔女ベアトリーチェなんて信じなかった。もし六軒島に魔女がいるとしたら、それは私の心の中の魔女のことだってずっと信じてきた。その魔女の自分に私はすごい感謝してる。あなたに出会わせてくれてよかったな。いつも感謝してる。病気の時のお前はいつも気弱すぎや。今は何も言わんで、熱が下がるまでずっとこうしてるからな。うん、絶対に手を離さないでね。なんだか私、自分が自分でなくなるような気がして、さっきから怖いの。私の中の魔女がベアトリーチェに触発されて、どんどん強くなるような気がして、なんだか私を飲み込んでしまいそうな気がするの。大丈夫や、
わしが一緒にいる限り何も恐れることなんてあらへん。ほら、ちょいとヤバめな国に旅行に行った時、バスごと強盗にやったことあったやろ。わしが撃退したんやで。あなた、金時計を渡して拝み倒しただけだったじゃない。かっこ悪いけど、かっこよかったわ。この手絶対に離さないでね。眠っても絶対に離さないでね。そして何か不気味なものが忍び込んできても私を守ってね。おう、任せとかんかい。だから今は安心して眠るんやで。すぐに薬とわしの魔法が効いてくるからな。ちょいと待っとれや。静かにするようお願いしてくるわ。早く戻ってきて。大丈夫や、この部屋から出んて。大丈夫かいな、ローザさん。ごめんなさい、うるさくして起こしちゃったかしら。マリアちゃん、ごめんな。エヴァおばさんな、具合が悪くて寝とるんや。すまんが、ちょいと静かにしてもらえるか。またマリアちゃんが泣いてるの？そうみたいやな。ローザさんも大変や。それを思えばうちのジョージはできすぎや。親が感謝したいくらいやで。そうね。おお、すまんすまん。魔法の手やで。
マリアはそんなにもバラが見たいのね。どうしてそんなにバラが見たいの？お母さんが聞いてあげるから静かに話して。叫んだら殴るわよ。マリアのバラ、ベアトリーチェに蘇らせてもらったの。また折れちゃってるかも。マリアはそれが心配。差し止めないと眠れない。今はみんな大変なの。だからママたちに迷惑をかけないで。バラの話は明日雨が上がったら好きにしていいから。だから今は聞き分けなさい。やだ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 、マリアのベアトリーチェのバラ。お願いだから静かにして。どうしたらあなたは泣き止むの？どうしたらあなたはママの言うことを聞いてくれるの？マリアのバラを見たらちゃんと明日まで静かにしてるよ。本当？うん、バラ庭園に行ってマリアのバラを見たらもうおとなしくする。本当だよママ。本当にバラを見たらもうおとなしくする？うん、本当だよママ。わかったわ。一目見たら納得するのよ。いいわね？ママ、約束する。くそ、待てよローザおばさん。ローザおばさんとマリアが第二の番の犠牲者なのか。クソクソクソ、誰か気づけよ、呼び止めろ。今の親父たちや俺たちは何をしてるんだ。ローザ親子の痛々しい関係に気を使ってわざわざ話題を変えておるぞ。そなたらも2階へ上がりテレビを見ながら話題を変えておる。クソったれ、誰か気づけよ。一番近くにいるのは誰だよ。秀吉おじさんか。頼むよ、玄関から二人が出ていくのを気づいてくれよ。届かん届かん。二人のささやかな時間を邪魔してくれるな。
そなたは何を慌てておるのか。第一の番人で犯人は事故死したとの大胆な指し手にてわらわを打ち破ったではないか。ならばもうこの島に犯人はおらぬことになるぞ。何を心配する必要があるというのか。うるせえよ、しらしら死んだよ。誰か引き止めろ、二人が殺されるんだ。誰か止めろ。大丈夫か、エヴァ。無理せんで、やっぱり南條先生を呼んでこんか。大丈夫だから。この手を離さないで。お願いだから、離さないで。でもな、お昼になったら必ず南條先生に見てもらうんやで。それを約束できるならずっとここにいてお前の手を握ったるからな。こうして気が付いたな。ありがとう。大丈夫よ。あなたの手の魔法で必ずこんな熱なんか下がっちゃうから。
エヴァおばさん、お、びっくりしたわ。姉さんなの？何かご用？さっきの話の続きなの？ええ、そうよ。お父様の黄金の話よ。お願いだからマリアの前では遠慮して。ちゃんと約束は守ってるわよ。姉さんの悪巧みの邪魔はしないわ。悪巧み？何それ。姉さんが何を考えていても勝手よ。私は邪魔する気なんてない。だからマリアの前では許して。私は分け前さえもらえれば十分なの。分け前？資格など本当にあると思ってるの？あれは全て私のもの。後宮家当主にして新しき黄金の魔女ベアトリーチェの名を継承した私だけのもの。ベアトリーチェ、ベアトリーチェだ。ママ、ベアトリーチェ。姉さんよね。姉さんなのよね。違うわ。私はもはやあなたの姉であった存在ではないの。じゃああんた誰なのよ。ベアトリーチェだとでも言うの？そんなはずはない。あんたは19年前に死んだのよ。ええ、確かに死んでいたわ。だって私、あなたの頭が割れているところをはっきり見たもの。その中身が溢れ出しているのを昨日のことのように思い出せる。そのあんたがどうして生きてここにいるのよ。黄金の魔女に死の概念などないの。黄金の魔女とベアトリーチェの名は永遠に受け継がれてゆくわ。お前が知っていたベアトリーチェは死を迎えたかもしれないが、今やそれは私の名である。故に無限。ベアトリーチェに
死の概念はないの。あの黄金に気が触れたとしか思えない。哀れね、姉さん。もはや私はお前の姉ではないというのに。さて、新しきベアトリーチェとして自らの復活の儀式を引き継ぐわ。ロノウェ、私はどうすればいいの？ご随意のまま。もはやベアトリーチェ様にはどのような思いも実現できる力がおありです。少し扱えば慣れるでしょう。不甲斐なき元妹よ。私が魔女として初めて捧げる最初の生贄に選ばれたことを光栄に思うがいい。第二の番に寄り添う二人、私がこの手で引き裂く。
もちろんです。ベアトリーチェ様はすでに無限の魔女であらせられます。生きることも死すことも、生かすことも殺すことも、すべてを無限に繰り返す。その輪廻を支配する女王こそが無限の金魚鉢を落としたことがあるわ。涼しげな美しい鉢が割れてしまって二度と元に戻らなかった。床に叩きつけられた可愛いデメキンは二度と泳ぐ姿を見せてくれなかった。私がいくら泣いても使用人たちは壊れたものと死んだものは蘇らせられないと首を横に振ったっけ。あの時学んだのよね。物は壊しちゃいけない、人は殺しちゃいけないって。だって直せないんだもん。じゃあ直せるなら壊しても怒られないということでしょ。Thank you.
石粒を投げつけて遊んだの。覚えてる？クモって獲物をかじるんじゃなくて、毒液を刺して中身をドロドロのスープに溶かしてからすするんだって聞いたことがあるわ。ねえローザ、覚えてる？わざと蝶々をクモの巣に放って、どうクモが襲うか眺めて遊んでた時のこと覚えてる？覚えてないわね。あなた小学校に上がる前だったと思うもの。今度はよく見れるわよ。しげしげとね。やったー、許して姉さん、助けて姉さん。あいつやるな。実に自由に魔法を使いこなす。面白い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 。バトラも笑えるだろう。ふざけんな、もう止めろ。何が楽しいんだよ。おかしい、てめえおかしいぞ。こんなことをして何が楽しいってんだ。あんなに楽しそうじゃないかよ。無理もない、魔法は楽しいもんな。思い出すよ、わらわも魔法が使えるようになった時はすっごくはしゃいだもんさ。あ、わかるぜわかるぜ、あのはしゃぎっぷりが心の底からわかるさ。この喜びや感動、バトラには共感できないんだろうな。ああ、残念残念。バトラなんて、わらわを認めればいつだって魔法を教えてやるぞ。人間の束縛を逃れた瞬間の喜びは筆舌に尽くしがたい。そなたに教えてやりたいよ、あの喜び、あの感動。そなたの生み出す魔法の世界もぜひ一度見てみたいものだ。楽しくなってきただろう。魔法が使いたくなってきただろう。魔女もなかなかに楽しいものであるぞ。そなたに特別に教えてやる。